皆さんこんばんは。白猫プロジェクトのお時間です。今回はね、ブレイブザライオンの何回目だろう、もう3回目か4回目ぐらいだよね。ダグラスのイベントね、初級から順番にやっていこう。でもあれだね、前回の復刻からは結構半年近く空いたのかな。だからかなりキャラのインフレも進んでるしね、冥府級の柵分けがものすごく楽勝になってるんだな、だろうなっていうことを思いながらやろうか。これあれだよね、結構最近始めたとかっていう人も、コラボがきっかけで始めたとかっていう人も嬉しいイベントだと思うけどね。初めてこれ開催された時は私もうタウンがもうひどい状態でね、剣士それはそれはもう結構ルーン集めるの苦労したけどね。今回ダグラスとダグラスのモチーフ武器持ってる人はまたジュエル10個に変わるんだよね。ありがてえ。全然覚えてないんだけど、結構マップ広いね。あ、それでそこに出るのか。じゃあ一旦あれ、奥どうやって行くの？行けないの？まあいっか、行っちゃえ行っちゃえ。めちゃくちゃ重たいんだけど、アップデートでなんかパフォーマンス改善っていうことだったんだけど、どんどん重くなってくんだけど、といえばこの頃のイベントって大体クエストの合間にこういう紙芝居入ってたね。ちょっとした得意体質さ、俺はどうにも魔力や総理に敏感らしくてね。場に残ったソウルを読み取ったり、誰かの気配を察したり、そういうのができちまうのさ。かもな。実際それで食えてるし。それに冒険家っていろんなやつがいるだろう。だからこんな目や髪の色でも目立たなくてさ。ちょっと。ちげえちげえ。地毛でこの色、染めようが落とそうがすぐ変わっちゃう。なんだろうな、多分おかげでこう遊び人に見られるのが悩みでね。島が飛んでる？マジか？
そいつはいや、面白そうだ。今度寄らせてもらうぜ。ただしこの森の魔物どもをきっちり締め上げるからな。いいな、ダグラス、やっぱりかっこいいよね。よし、これ初級クリアでダグラスもらえるんだよね。よし、じゃあ一旦止めてから続きやろうかな。じゃあ一旦止めます。はい、前回に引き続いて中級ね。さーて、どうやらこっちの方角に誰かの層がある。かわいい。あなたたちは、私はクロエ、この森の孤児院の者よ。突然多くの魔物を率いた巨大な魔獣が現れて、私では多勢に無勢で。そりゃそうだ、頑張りすぎだぜ姉ちゃんよ。魔物退治は俺が引き受ける。あんたたちはこの人を連れて森の外へ。にはいかないわ。ここは私の森だもの、私が守らなきゃ。しょうがない、言っても無駄だろう。顔見よ、今夜死ぬほど頑固なタイプだぜ。ただし前には出させねえ。あんたが戦うのは本当にどうしようもないとだけだ。いいな姉ちゃん。わかったわ、ありがとう。姉ちゃんかわいいよね。なんか実装してっていう声もいろんなところで出てたよね。フルーシャが実装されたから割とありそうだよね。扉開く音、敵の全滅があるんだよね、サブミッション。あそこが開いたの。ああ、そうか、やっぱりそこが開いたのか。行かないとダメだよね。何回もやりたくないしな。ごめんね、ちょっと二度手間になったけどね。ああ、あそこどうなってんの。あ、何も湧かないんだね。
やってかシャロン強くなりすぎでしょ。初期の頃の星音キャラより強いんじゃないかな、シャロン。怪我はないかね。だいたい初期の頃から下手な星音より使いやすいとかって言われてたしね、シャロンは。それがステータス大幅強化だもんね。よし、じゃあ、中級だね、中級だね。クリアというわけで一旦止めます。はい、そんじゃあ上級行こうか。お、早いね、あれ発生。これワープは、お、こっちにも湧くんだね。ほんで、お、すごいね。5周年くらい前かしらね、魔物が森をうろつくようになって危険だから院を閉めたの。その時孤児院にいた子供たちはちゃんとどこかに引き取ってもらえたのかい？ええ、幸い近くの町に新しい孤児院が建てられたからそちらに移ってもらったの。そりゃよかった。でもじゃあなんであんたは森に住み続けてるんだ？私はもともとこの森に住んでいたエルフなの。孤児院を始めたのは森に捨てられる子が多かったからでね。口減らしってやつだろ。今はそうでもないけど、昔この島じゃひどい飢饉が続いててな、子供を養えない家も多かった。そうね、その通りだったわ。親に捨てられてしまった子たち、でもみんなとてもいい子だった。この森にはあの子たちとの思い出がたくさんあるの。だからここを出てはいけない。外の世界には面白いもんがたくさんあるんだ。魔物も増えてることだし、移住を考えた方がいいと思うぜ。ありがとう、ダグラス。でも私はやっぱりこの森に骨をうずめるわ。けどよ、100年ほど前この地の貴族に森からの立ち退きを要求されたことがあったの。でもその時孤児院にいたミーチャって子が貴族を説得してくれた。それがでも結果としてその子が貴族に引き取られる代わりに立ち退きの要求は撤回されたわ。だから兄ちゃんが守ってくれた孤児院がここにあるから私はここを離れられないの。この姉ちゃんのこの100年間義理立てしてるっていうのもすごいよね。もういいんじゃないって思うけどね。よし、上級終わった。じゃあどうしようかな。ここで一旦区切ろうか。そうしよう。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。